もなんか、今日の朝ドラもさ、ちょっと今さ、なんか、ごちそうさん。ごちそうさん、ごちそうさん。背が高いもんやけど、通で、で、大阪から来てもさ、昔はさ、結構下宿、左遷者、大正時代とかやったら、書生さんがおるのは結構当たり前じゃね。やっぱもう、高いけん、一人暮らしなんかできるような環境が多分なかったじゃんね、昔はね。左遷さんにもほら、よう出てくるよね、下宿。ね。下宿の書生さんってね。で、東大に通い、その頃、帝国大学に通いよんしゃけん、帝大生やけん、多分東京やったら、その下宿しとんしゃっちゃろうけど。洋食屋のお家なんよ、そこって。で、彼女がこうね、毎日違うお弁当、おにぎりば作りよんしゃっちゃけど、で、彼女に、いいお見合いの今、縁談が来とっちゃけど、なんか、お互い、他人だからあなたに関係ないでしょ、みたいなこと言うしゃけど、多分この人たちくっつくような気がするね、私はね。なんか知らんけど。いや、だけど、なんか、付き合いようわけでもないっちゃけど、付き合いようわけでもないっちゃけど、だけどその頃はさ、まださ、付き合わんわけよ。こんな、今みたいに、なんて言うと、結婚する前に、そんな、婚前交渉はないわけよ。ね。もう綺麗なもんよ。今とか付き合って、彼氏彼女なのに結婚することかわかりませんとかと、中指立てるぞ、みたいな。ダメよ、そんなの。しかも、それ男の方から言うなんて。ありえん。お電話ありがとうございます。春増やすみです。はい。ああ、そうですね。お客様がお探しの分ですか？買い取り。コンディションによるんですけど。状態。ああ、そうですか。はあ、お取り扱いはしますよ。あ、ちょっと見せていただいてからでよろしいですか？おいくらでお買いになられました？はあ、ですね、1000円ぐらいになればいい方じゃないでしょうか。はい。はい。よろしくお願いします。来年 40？ はい。今お金数えてますね。お次40です。はい。もう行っちゃない？そろそろ。ご母さんとかお父さんも許されんとだ。言わないですね。言うたらいかんことと思っとしたのか。弟さんって、弟さんはおったって言ったっけ？弟は、はい。で、お父さんも結婚しとって言ったね。はい。子供もいます。何、よかろうもん。この前っていうか、もう入ったすぐだったんですけど、もういませんか？え、本当？あら、そうね。じゃあやっぱり春町の合コンせないかんやん。うん、春町のパーティー。そうね。やっぱあなたがコロコロ変わるけ不安な話だっちゃろ。いや、そんなこと本当？そうね。その合コンにしても、あれじゃないですか。な。みんな結婚してるじゃないですか。結婚しない人ばっかりじゃん。うちに買い物来ました。みんな結婚してない人ばっかりよ。お客さんですか？買い物。ダメかね。お客さんはダメ。でも、買い物しよう人はそうでもないような気がするけどね。いとこの子供がおるよ。いとこの子供が、私のはとこ。波長合わんかな。
この子もじゅうちゃん、あの私のあれに来てくれだったい、あのあれに大学のあの講義のあれに、あ、お母さんは復興出て教育、福岡教育大学出て小学校の先生ずっとしとって、もう今あのあれよ、もうあのリタイアして、あのもうやってでしょ、年金生活でしょ。でお父さんのもう、うん、どちらもとにかくあの職場結婚ですよ、うん、で息子と娘がおるっちゃけど、その娘ちゃんよ、あの市役所に、市役所に非常勤で行きよ、うん、でもさ、この子はさ、もうだけ全然すれてないって、とにかく考えたら、もうきれいきれいよきれいよ、で、あの帰り来てくれるとき、ね、あれやったらちょっと一緒にご飯でもか、あのあれせっかく来てくれとけん、なんどうやって帰るととか言ったらバスですよ、ああならもう送っていこうって車乗せて、で、あれやったらご飯食べて帰ろうかって言って、それこそ体現で親焼肉食べだった、ちょうどこう帰る道やったで、行く場所がもう他になかったもんやけ、たら焼肉を焼きやな、だなんか話しとったらさ、じーっとそのあのあれこう焼肉あるさ、あのレンゲあの今ずっと焼き焼きやな、あーでも違うだろ、大丈夫かあのなんかずーっと考え事したらもう目の前のことがこうお留守になる大丈夫かな頭は悪くないんだけど、あれ集中したら目の前のことはできない今違う意識どっか行っとったら、私でもこんなやるんですって、私よりひどい全然全然もう全然純粋、もう美しいそれとあのなんかな、うん、もうだけど全然すれてない、全然すれてない、美しい美しい、あの美女じゃないけど、そういう意味では美女じゃない、あとは面食い、いやそうだよ、分からんもんね、そげきやあたり面食いやなじだうわーそわーやっぱそうね、面やっていうか、とにかく目もうね、とても裏若き乙女と思えんぐらい目全然かまってないって感じ、これあるとぐらいでも、ね、あんまりチャラ子よりはいいっちゃけどね、うん、チャラ子よりいいと思うっちゃけどね、ただね、なんかね、結構こう考え方がはっきりしておけん、ある意味一歩間違ったら頑固じゃないかなって感じる時もあるけどね、うん、分からん、あの頃でも良さそうだけどね、20、28とか7とかし、若すぎる、それぐらいの方が良さそうなんです。だって今は独身。だってあんた若すぎるから、うちの桜とか明るいとか、あんた小学生とか違う。もうそれこそ犯罪や。そう犯罪やけど。そういうか、それはもういくらでも候補にわからんけどさ。いや、あのね、知的レベルと、はい、いや、だからあなたはくるくると頭働くけど、あいつは、だくるくるあんま頭が働かん分、でも純粋やけ、あ、いや、そのバカって意味じゃないとよ、そのこういう商売とかなんかのこうあれがないと、そのくるくる頭はまあ、でもこれはもうこの環境で育たならんじゃん、これには、うん、でも一歩間違ったらさ、こういう感度でおる人ってほら、あのすれっからしみたいなのができるやね、それじゃないよりいいもんね、これすれっからしにさせんためには相当にちゃんと教育をしとれんと、一歩間違ったらね、ブローカーやけんね、だけど七夜さんちょっと違おうがね、七夜さんの姿勢ちょっと違おうが、ブローカーだしとやっぱちょっと違うけど、あの似ていて非なるものやもんね、だけどあんまりなんかね、あの学者みたいなこと言いよったら商売にならんしね、うん、そうですね、うん、でもどうなんやろ、いやなんかね、お見合いとかさせようらしいっちゃう、そのだってできねえ気やん、なんだかんだ言いながら、まあちょうどいいですね、ね、うん、ちょっとちらっと聞いてみ、内心聞いてみるか、うん、ほらさりげなくさ、さりげなく、例えばうちが鍋するとかいうとき呼んどいてさ、一緒ご飯とか食べよったらいいやん、ただ普通に、でそれで別に何もなかったらそのままでいいわけ、でもなんか良さそうよねと思ったら、例えば映画誘うとかさ、ドライブ誘ってみるとかさ、ね、でなんとかちゃよかったら
であれみたいけど、どうとかで向こうが、いや、そんなちょっと二人きりは無理ですとかでもそれで終わりでいいやね。ね。もしかしたらいいかもしれない。もうそんな付き合ってないんやったら。もうだって別れて半年近くなるやろ。はい、いいよ、それ。そら、あんた相手もらうのに早く引っ越せって言われてもね。そっか。そうね。まあ、しょうがないね。はい、うん。しょうがないね。しょうがない。お電話ありがとうございます。春松ゆすみです。しょうがない。うん、でも、ね、変に長引かせんでよかったよ、じゃあ。逆に。ね、はい。うん。いや、だけあれやろ、相手さんもいい年齢の人と適齢やろ、はい、ってことは、もう彼女は彼女で。はい、そう。わ、うん、かった。はい、うん、もう、ぐだぐだ言いません。それも早いわ。っていうか、まあ、言いにくかったでしょ、はい。了解。それよりも、じゃあ、私が結婚をするのかどうかね、あとね、家まで買ってどうするんですか、みたいな。席をどうするんですか。そうよ。ほんとよ。けどさ、客観的に見て、ちゃんと席入れた方がいいと思う。だって、それはなんでかったら、向こうにさ、大学生の息子さんの方が、大学生の息子さんの気持ち考えたらね、私はそんな浮ついた、その10代、20代ぐらいの女性の気持ちとは違うわけよ。うん、だって、今から付き合うのとかだったら、席入れてくれんとかだったら、不安って思うやん、普通の女性だったら。じゃなくって、私はもうこの年で結婚するってことは、はっきりさせない、その、無責任というよりも、その大学生の男の子の気持ちを、ちょっともうちょっと考えたいなと思ったわけよ。別に席は入れなくていいと思いますよ。やろう、このケースの場合。はい、だから、別にその席入れたからこう、どうもこう。うん、でも、だけ要するに、もう息子さんにはさ、お母さんとお父さんがまあ別々に暮らしてて、ね、そのもう、お父さんに新しく、まあ、要するに、一緒にもう、まあ、なんかもう、もうそろそろ結婚、本当は席でも入れ、結婚してもおかしくないぐらいの、相手さんがいるっていうだけで、もう十分メンタル面寂しい。で、そのお家によかったらいつでも遊びにこれ来ていいとよぐらいの感じにしておきたいと思ったわけよ。もう私そっちの方が大事じゃないと思ったんだよね。もうこれだよ、ピピパパパパという。だけどそういう意味でちょっと、で、妹にも話しても、もう彼女はそのケースは無理やりそんな席を入れる必要ないじゃないと、みたいな。で、ただ、うちのおじが今度その33回忌と33回忌をするときはその旦さんに一緒に来てもらいなさいと。ああ、うん、来年やけどね、うん、やろ、うん、でね、私たちが今無理やり席を入れるとか何とか相手さんのところと挨拶行かんのはその相手さんの息子さんへの思いやりでそうしたいと思っとるって感じ。悪くないね、はい、うん、それはさ、それっていいと思う、やろ、うん、だけん、要は、大人として、大の大人として無責任な行動ですら、そんな、いや、そんなもううぬんという意味ではなく、思いやりが先に立つと、そこら辺をまだ、はっきり動きたくないと、はい、いうところです。まあ、この年になって、こう、結婚場所といったら、まあ、いろいろありますよ。うん、あります。っていうか、そういう人の気持ちもわからないような人間がさ、経営なんかできるわけがない。ね。ということで、いや、ていうか私ははっきり言ってね、付き合いを進めていくこと自体も躊躇しちゃったと。だって自分のね、父親と母親は離婚したけど、再婚してないじゃん。お互い。父と母って。つまり、綺麗なままなんよ。私の中では。で、これね、私実は、浩二さんに相談したと。浩二さんどう思うって。いや、男は、男の子は、でもしね、私が父と母がやっぱ他の人ができて、再婚したとかなんとかってことで、やっぱもう、すごく心の中荒らしやったと思うって。だけど、そういうのがうちの父と母にはなかったけどね。つまり、新しい人ができて、その、うんぬんとか言うのじゃないやん。ね。だから、あくまでも、その、なんか、綺麗なままなんよ。私の父と母の、私が思っとう感じがね。で、うちの父とかは、もし生まれ変わっても、俺は京子さんとしか結婚最高、絶対結婚せんとか、なんか言うような、とか、もし自分、生まれ変わってもてか、もし再婚するとしても、京子としかせんとか言うような人やったけん、なんか私、こう、なんていうか、男性像を、こう、チャーミングな男像をちゃんとこう注入されたままなんよ。うん。別に暴力を振るうような人でもなかったし、ね。数学算数教えてって言ったら、わ投げの輪がかかってないやばい、こう一緒にこう綺麗に書いて、これなんてら、輪がかからないで、わからないで出しとけとかさ。輪が文字通りかみたいなね。
った、そういうおじで、父親だったんですけど、そういう父母のところを見ると、相手が男の子とは言えよ。絶対楽しくないのかなって。だけど、浩二さん曰く、いやー、じゃあそんなのこと男の子は違うよ。男はそこまであんま思わんじゃないって言うけど、いや、個人差あるじゃないかな。ねえ。まあ、個人の、考え方でしょうね。やろう、お父さんとお母さんが離婚して別々であるっていうだけでもさ、本当はあんまりあれなのにさ。ねえ。例えば自分だったら、その例えば両親が離婚してたとして、また再婚したいとなったら、まあ、ある程度もう期間経ってれば幸せになってもらいたいなって思いますけど、ね、はいはいはい、だってこのままずっとお母さん一人とか言ったら、ね、あとほらね、あと寂しいだろうなとかね、それやったら私も思えたよ。だっていい人、あ、母に対しては思えた、でも父が再婚しなかったのは、そうなんで、そこなんよ、そこ。私は逆に言えばお母さんがね、もっと母が、あの要するに、あ、この人はっていう人が出てくれば、それはそれで女やけんね、ずっと一人だって言ったらバレやけんっていうのがあった。だけど父親が新しい人ができなかったのは、なんか逆に言えば、でそんなこと言うのはね、チャーミングやったっちゃうな。お電話ありがとうございます。春松よしみです。はいはい、どうぞ。はい、おいくらぐらいでお買いになられたんですか？はい、なるほど。だいたい 10分の1ぐらいになりますよ。はい、だから取り扱うって感じです。はい、あの結局あの季節が終わる頃にはすごく安くるじゃないですか、医療品って。はい、なのでそういうもんなんですよ。はい、あ。いや、古着屋さんもそんなに高くないと思います。はい、あ。なので、わかります。だからあのそこら辺は古着屋さんと変わらない、もしくは私たちの方が値段を一生懸命つけてる方で、あのどちらかというと利幅を取らないからですね。質屋さんの場合はですね。はい、あ。あの最終的には現物見させていただかないとわからないです。はい、あ、よろしくお願いします。はいはい、なんか知らんばって衣類の買い取れば偉い印象ばって、ノンブランドのコートなんですけどって印象ばってね、女の人、さっきは男の人、さっきの人はダウンコート、ダウンでダウンジャケットで1万円ぐらいで買ったダウンですけど、多分やっぱ10分の1以下になるでしょうね。うちは980円で売るレベルやもんね。ワンコイン質屋みたいな理由だけど、このね、ワンコイン質屋な理由、ちょっと。お客さん、要は、あの、喜んで買っていきますよ。980円やったらいいよね。とか、あの、50円の中でアクセサリーとか、もうね、何、うち、ガラクタ屋うち、ガラクタ屋にする名前。いかんで、ね。いかんで、ね。ガラクタ屋いかんで、ね。でもさ、その価格やったら嬉しいよね。得した気分。そうそう、わー、この金額やったらってね。あの、来てから喜びがあるよね。で前ね、必ずこう普通だったら一人立ち1000円の商品やけど、 100円のカゴを作っとったじゃん。あの何でも100円で売るやつ、だこれが100円だったら嬉しいみたいな、あの100円ショップが流行りやったんだけど昔ね。だから、あ、なんか来てこの感じって楽しいですねってみゆきちゃんが言ってくれて、うん、そうやろうとかで、なんかまあ北県買わないかんと思ったっちゃろうね。あの、この子かわいい子のネクタイ、あの買わせてくださいとか、あとネクタイは鮮明もんとか言ったら、いや、このかわいい柄のこれ、あの私ネクタイするんですよとか、黄色いかわいいネクタイは、かわいい柄のやつやけん、まあ100円で売りよったっちゃけど、なんか買っててくれよったね。あと、あれやろ、あの店は見せてもらったけんと思ってから、あの義理で買おうと思うよろって言うから、いや、そんなんじゃないですって、あの気に入ったから買ってるんですとか。っていうので、まあ、気軽に買える価格帯っていうのがね、だけどその雑貨ばっかり出すといかんけんね、そこら辺のなんかちょっとこじゃれた雑貨は、それとあのご自由にお持ちくださいのカゴはわざとあそこに置いてます。だから楽しい、ああいうふうに置いてあったら楽しいけど、
あの、アミューズメントパークなところをね、アミューズメントスポットであること大事かなと思って。そうなんで。うん。一応ちょっと、私は、あの、毎日通ってこない、毎週に一遍帰ってきんしゃ、なんか、要するに一緒に住むために買うわけやけんさ。うん。で、まあ、いずれはまあ、だけそうね、その、籍を入れないといけないっていうのが、その、なんかその、うん、その大学生の男の子がね、もう社会人になってね、うん、もう、たら、うん。それから考えたら。でいいかなと思うよと。うんうん。そんな感じ。OK。あの、すぐ入れないのは無責任に見えるかもしれんけど、そうじゃなくって、そういうことを考えてっていうので。うん。だけど、そうなんよ。ある意味なんか、なんか反同性みたいな、とか、まあ、シェアハウスみたいな、そういうあれになるんだけど、まあ、大人の事情があるわけです。うん。自分たちの事情というよりも、あの、自分が19とか20歳ぐらいの頃のこと考えたら、そら、大人にな、本当に大人になっとうかって言ったら、まだなってないもん、それぐらいの頃って。特に、私たちの頃よりも10年もし幼いなんて言うんだったら10歳やない。少しぐらいの思いやりはね、持ちたいなと思ってね。男の子やけん、女の子やけんじゃなくて、男の子の方が内部やったりするよ。口に出さん分。じゃない?わからんかった。ただ、あいつ、そいつの場合は、あの、ハート長、あの、素剣歩けて、俺母親についてとってから大学行くのも当たり前。留学もするでけいくら欲しいで。あんたふざくんなってとこあるじゃんけどね。そこはね。そこはちょっとふざくんなよってとこある。ちょっと素剣甘やかしてどうするとって、これ、ごめん。私の立ち位置で言おったら、違ううがった目で、感じ取ってもらったら困るちゃばって、もし、これがあなたの、私が、あなたの、こう、私、男性でも親友っておるけんね。あの、親友の話を聞いたっていう話で話すときも甘やかりすぎやないとって多分言うと思うよって話しましょうと。うん。車が欲しいって言ったら車のあれとかなんかどの頃なんとかってことで。いや、あの、離婚してね、母親の方についてっとってことはね、普通はね、お金の無心も父親の方にね、行くのが普通じゃないっちゃん。私から言いましたら。本当はね。やけんこそよ。だけんこそ人間ができてないやね。うん。だけんこそこっちが思いやり持ってやっとこうと思っとった。余計ね。そげんやけんはせんでいいって考えるんじゃなくて、それだけ幼いっちゃけん、余計考えてあげないかん相手やろうと思っちゃう。いや、だけん、要は、まあ、そんなことはあんまり言いたい。ちょっと今の表現はちょっとあんまり乱暴すぎたかもしれないけど、もし自分がそのぐらいの時の思春期の相手さんのことを考えたら、少しは思いやりを持った行動をしたいなと思うけどね。もしかしたらよ。もしかしたらよ。うちのあなたの後になるかもしれない。ないか。ないね。可能性はなくはない。やろう?うん。うちの母親たちゃん。あの、それがね。この人、あの、実は、このプロの条件を読んで、感想文を書かせて、あの、いいなと思った子を採用してるっていう状態をこう、しとったときに、この本を私が紹介しとったんだけど、彼もこれを読んで、僕も感想文書かせてくれって言って、実は快適にしちゃったと。うん。で、こんなん書いて、で、素晴らしいやり方だと。ね。あの、うちもこれ、あの、うちのスタッフに読んで自分たちも読もうと思いようよって言ってからので妹がねすごい素晴らしい妹褒めよったとか言ってからなんか初め感激して、まあ、言ってくれたちけどで、まあ、そんなんでこういう方とお付き合いをしていますというのをうちの母とその時の手塚会あの先生がもう親代わりみたいな人やったけどさ渡したらあのパーッと調べてくれたっちゃその松本さんの会社を、うん、たらお父さんが取締役で会社長でお母さんと妹さんと弟が取締役に入ったのに松本さんだけが役員に入ってなかったわけよ。それだけ見たらびっくりせん。ああ、そうですね。で、なんでってなるよね。それでうちの母があの
ていうかもう会計士さんが要するによっぽどなんか問題を起こしとんじゃねん限りこんなことにはないわけやけん要注意人物ですっていう話だったわけよ。でも会社自体は悪い会社じゃないと。だけど会社であの家族でやりようしたってね、ご本人だけがこれに入ってないっていうのはもうちょっと普通じゃないということになっとった。そしたらそれをすぐ私に自分もそうなったこと知らんかったらしいったい。それでなんかちょっと揉め寄ったらしいんだね家庭でね。そしたら結局その後々こう弟さんと彼にちゃんとこう財産を分けたりとかなんかするときのテクニックでね、要はこう役員になってなかったら入れる保険とかなんかもいろいろあるんですって。でなんかそういうんでテクニック上でそういうふうにしておっしゃったときだ。でそれさすぐ言わないかんと、まあこっちにうちの母に言われんまま終わったというだけ。大事なことやったの。なんでそんな大事なこと分かった時点で言わんと、俺も最近分かやっとあとさそうだな、1年ぐらいほったらかすのやめりんよって、バカじゃないかと。大事なことと思っとしたねんちゃう。あ、そうよね。じゃあ、そら、当然、お付き合いでもしようかなんかとか言ったら、相手さんがどんな人なのかとかって、そんなって調べるの当たり前よねって向こうが言うけど、そら、あの、何、私が調べんでも、そら、私の周りが調べるのとか言ったら、そら、普通やろうねっていう話してからさ。で、自分、私もどうなったのか知りたいって。よっぽどなんか問題がない限り、そんなことになるわけないけんね。ちゃんと自分 の会計さんとか周りの人たちにちゃんと話聞いてから、あの聞いとったくせに、私に説明する。うちの方が心配したまま、たくさんとか。で、まあ、理由は分かったけどね。うん、理由は分かったけど、あ、なるほどなと。で、まあ、兄貴らしいって、弟には訴言しておいてから、自分はもうそのままね、訴言しておくって言ってね。あの長男坊が持っときたい感覚、うん、あの私ね、なんか知らんだってね、自分が長女なんやけど次男三男とは全然縁がないっちゃん。あの感覚的にやっぱりお兄ちゃんなキャラクターの人じゃないとなんか付き合わんちゃうね私。ほら次男坊キャラと末っ子キャラあるやん、真ん中育ちって容量がいったい空気読んでね。で下は旦那が甘えるのが当たり前で、結構みんながもうその人に合わせてしまう。お兄ちゃんはやっぱりいろいろこう配分してね、一番お父さんに近いような感じの感覚でいつもみんなを見守ってるタイプと、なんかどうしてもいい。だけどやっぱ自分は子供なんやね、自分は子供やからそっちが私が合わせるって。まあそんなんでうちは、私もちょっとすぐには多分入籍することがないと思います。急がないと思います。向こうがよっぽどなんか急いで整えろって言っちゃったら、いやでもちょっと待って、あなたの息子さんのこと考えたらちょっと挨拶に、お父さん、あなたのお父さんお母さんにはちゃんと挨拶言っとった方がいいかもしれんけど、あんまり急がんめえやという話をすると、うん、っていうかあの人の場合は向こうからなんかお膳立てしてちゃんとこうリードするようなタイプじゃないもん。だってこんな大事な話だと聞かないです、聞かなく答えんようなさ、なんでそんな重点を、大事なこと、あの人だったら大事なことじゃなかったじゃん。というか、相手の親御さんがやきもちきしとろうねとか普通思わんからね。そんなこと、バカだね。まあ、てか、そうか、やっぱ、気がつくことと気がつかんことがやっぱあるかな。ね。静かちゃんで黒豆と黒大豆は違う？わけわからん、もう意味わからん。だってちょっとよろしくって、よろしくお願いします。とりあえず静かちゃんと仕事するのは面白いけど、どうなるっちゃうのか。静香ちゃんのご主人がやって、静香ちゃんのご主人、どうして静香ちゃんと結婚したとって聞いたら、面白いから。面白い、やばい。どうしよう。飽きさせてくれ、もう。っていうか、俺、やっぱすぐに会うんっていう、こんなんどこで作ってますかとか。それで、そこの会社のなんか概要見たら、なんか載ってないですかね、関連会社。そうよね。載ってないやろね。あ、でもやっぱダメ元で調べる。
っていうか、取引先とか。っていうか、私さ、あまりにも本丸攻めすぎてから、こんなの電話したら間違えたね。そんなのがあっても、OEM が引き受けてくだしてするなよって先回りされるよね。あ、普通。とか、逆にこのやり方に特許を取る詐欺にも抑えるとか。まあ、でも、その、製法とかはやっぱ、なんか出してると思いますよ。同じ。要は、しか使えません。うん。で、例えばこれ食べてレシピを起こせる人とかなんかあったら、そこそこ作れるわけじゃないじゃん。みんなだって似たり寄ったりのがあるやん、結構お菓子って。この製法で作っちゃいけませんとか言われたってさ、それはもう無理やもんね。で、こう、っていうか、自分もやるけど、やられるときはやられるって、もし新しく作ってさ、ヒットしたら、ね。問題はさ、要は売り方なんよ。っていうか、こっちの方が王者って。大きい方でもいいとか、売り方とか、ツヤリューとか。これの方がよっぽど売れ、だって私が買ってから、こう飽きさせんもんね、必ずこうやってさ、毎回季節ごとにいろいろ。で、私ね、夕方からの頑張りにっていう、このキャッチフレーズがいっちゃう。うん。だけど、私たちの売るときはせんよ、それはもちろん。だけど、ニーズに圧倒ったっちゃう、私のニーズには。どっかり食べるわけいかんしなぁと思ってこう見たときに、カロリーメイトの横に並んどっちゃう、これ。で、そういう醤油は美味しくないって。カロリーメイトも美味しくないって。なんかこれ、ちょっと、あ、なんかふわしっとり？あ、ちょっと食べて、あ、なんか、っていうの、この写真に釣られて食べたら美味しかったっちゃうね。そういう醤油はね、味の系、美味しいのか美味しくないのか。ああ、うん。あの、職場にね、ジョカナンがこの感じで、いい感じのパッケージで、あれしたら、こう、お土産菓子で持っていく、これ、土産菓子なんやけど、働く人にとっては、助かる一本。喜ばれる。だけど、ほら、お菓子のもう領域を超えとるやん、これ。だって、これ、あれやけ、筋肉になるけんさ、ほら、だけど、あの、取ってほしい大豆の時、はい、子供のおやつでもいいし、今から塾行くてどうのこうのとかいう時にちょっとパクって食べてもらえるようなやつやけんさ、土産菓子の領域をもう超えとうけど、こう甘いものを控えないといけないんではなくて、逆に食べたい、食べとってもらいたいお菓子みたいな感じになってくっちゃう。あの忙しい人に、仕事だけじゃなくて、うん、これ朝でも行っちゃう。逆に。忙しい朝に。だけど、朝も、ちょうど間食でどうしてもお腹空いとう時と、今から、これからまだちょっとどっかで食べるわけはいかん。今からちょっとっていうので、いろんな用途にはあるじゃんね、これ。こっちのお菓子は生き残れな気がするっちゃ。ダメかな。パッケージが変わって。ダメ。こっちじゃない。でもな、これ饅頭ってどこでもあるやん。まあ饅頭に、饅頭の領域に攻め込もうって思ったらさ、厳しくない？で、こっちやったら OEM どっかしてくれるっちゃ。このタイプで焼き菓子。あ、ごめん。OEM ありきで言うことが間違ったことかな。でも OEM 引き受けてもらえないの商品ならんちゃうもん。で、作れる人はね、まず自分たちで作れる範囲を超えてものすごく売れるようになって OEM に行くもんでしょうって言おうしたけど、それ確かに正しいっちゃけど、作らんちゃけんね、もともと私たちは。売ろうとしよっちゃけん。限りなくこの朝日フード&ヘルスケア株式会社さんと方向性が似とっちゃう。うわ、これ香りがしっかりするとよ。俺食べさせんだ、この匂いだけ嗅がせること。ね、焼き芋の匂いするやろ、ちゃんとこうスイートポテトの匂いが。いい匂いです。すごかろう、もう開けた途端その香りがすると。全部必ず抹茶なら抹茶のバニラのこういい香りです、はい。まあ香りがついたことは思っちゃうけど。うん。でもほら、製造元になってないやん。販売者やろうが。販売者ですね。うん、で、はっきり言いましょった。これは委託ですって。
うん、OEM ですって言われた。でもどこに頼んどうか教えられる。当然やん、ね。としてもね、こっち側の方が方向性的にはね、現実的と思っちゃうね。味噌炊き湯なら日持ちする方がいいですもんね。だってさ、日持ちどれぐらいすると思うこれ。そういう長いですよね。長いよ。来年のいつ ?1 年よ、うん。1年よ。売れろも1年やったら。なんとか。売りやすいよね。ダメこれ。これを売るとなると、だけこれのカフェみたいにするとやったら、要するにこれも常設して置いとくみたいな感じだよ。これだったら1年間やけ、うん。形さえ変えればいいんじゃないですか。形がなんかそれじゃなくなんか。それじゃない。これじゃない。味気ない。じゃあ、カバーだけ変わるんじゃない、内容少ない変わるんだけど、うん、ここが除火難になってたらダメ。私、で、だけどこれさ、こうやって食べ、こうなんすから、こう、柔らかいこんな味出てるけど、ほんとこんな感じなんよ、うん。で、そのまま、こうしながら割りながらこう食べる。何もこのまま食べれるなり、あれ言っちゃうけどね。うん、なんかもう、おかしいっていう感じはしないんですよね。うん、だけど、健康食品。に近いっちゃけど、いや、だけど、その、だけど、これさ、1年もつけんね。それこそほら、災害時にも持っておいとっていいみたいなお菓子ではあるっちゃけど、それが、洒落とって、それやったらほら、用途がさ、広がらん？用途は広がる。だろ？ちょうどまるでカップ麺のようにこう置いとっていいようなお菓子なんよ。でもそれってさ、これセブンイレブンでもどこだって売りようものをさ、わざわざ博多のお土産出して買っていくわけないよね。まあ、名物にはならないですよ。そうよね。やっぱりこっちじゃないと買えない何かがないと、チキンのセブンイレブンに売るよ。あ、でも、パッケージは違うとよ、うん。あと、あ、おみくじみたいなのが入っとるとか、なんか、こう、付加価値がついたもん。そうすると、キューピーちゃんどこでも売るよけど、なんとかキューピーちゃんここでしか売ってないみたいなもんやろ。ダメじゃないような気がするけど、ダメ、これ。私、こっちの方が、普通お菓子を買わない人も買ってくれるような雰囲気があるっちゃうけどな。まあ、幅は広い。ガルよ。だもうそのお菓子として売るのか、それともそういう健康食品として売るのか。いや、あくまでも博多のお土産菓子を。あの、つまり、ちょっと豪語しますけど、博多は美しい人が多いと言われてるんですよ。この人たちの美しさの秘訣はこれよ、みたいなところまで行こうかなと。厚かましく。うん。うん、あの、博多美人の秘訣、あの、要するに秘密はこれ、みたいな。で、博多の、あの、要するに、名だたる美しい、あの、中洲のお姉様方に持っていこうと思って、これ。それで、よかったら、あの、ここで売ってますから言ってくださいとか言って、口コミをそこから作ろうとしよった。ルートとしては。うん、で、博多のお土産菓子でね、あの、売ってますので、って言って、で、あの、なかった時は、ここで、うんなんちゅうかで連絡くださいみたいな感じで、そういう、こう、ただで配りまくるのその人たちに配ろうと思って。で、そこから口コミが生まれて、売れていくみたいな。だけこう博多美人の秘密みたいな。だけちょっと除火なんていう言葉よりも私ね、あとなんか金黄金何でも金が今ついとって、なんか黄金色のものって今なんか元気になるみたいってみんな、うん、博多黄金伝説とかさ、なんかそっちの売れるような気がするっちゃう。黄色い方がもうパーって黄色いと、なんかもうこれゴールドバーみたいな。で、神谷宗丹って岩見銀山金山の金の鉱脈を知っとったけん豪商になれたじゃん、実は。だけど金だと金もあるやない、こっち。で、金全く強、あの全く無関係ではないっちゃん、博多って。なんか。ゴールドバーみたいになった方が売れる。黄色い感じ。だけどなんか金運がつくみたいな感じ。なんかこう、おめ、あの、なんて言ったらいいかな、こう。それだとなんか、
子供のお菓子みたいになりませんかね。大人向けじゃない。そのパッケージとかなんか考えない感じだけど、この形スタイルはまずいかな。いや、まずくはないと思いますよ。このスタイルの方が、うん、ほら職場とかにも持ってってもらいやすいし、うんうん、パッてこうなんか役に立つ、私このお菓子なんやけど遊び事ではなく役に立つ食べ物になると思った。だっておにぎりがサンドイッチがね、こう初め発症した時だって忙しい兼あの形になるわけや、ね、でやっぱ喜ばれるわけやん、それって。お菓子もそういう感じだけ、そのもったいつけたお菓子は他にもいっぱいあるっちゃけん、これの方が多分そのあの博多って田舎じゃないわけよ。都会的なものとスタイリッシュなものと、そのなんかこう歴史と何かもこう、まあ、ちゃんぽんにしていくと、スタイリッシュであることは大事な気がするっちゃうね。だけど洋館じゃないけんね、洋館じゃないけんこっちかなと思ったりする。ほら例えばこう北海道の乳製品のなんかこうチーズケーキとかプリンとか、はい、神戸のプリンとか、その北からのシュークリームじゃないやん、こっちは。全然乳製品とか酪農とか全然違うっちゃけん。ただ、やっぱり、この博多のいいところっていうのは、やっぱりほどほどよく都会なところ、しかも、なんか可愛くとかなんか言いたいぐらい、その女性が美しい人が多いとか何とかとか言うのがもしかしたら特徴であればよ。なんかそっちが、なんかもうこのスタイリッシュさっていうのは私なんか、まんじゅうじゃないのかと。いやいや、つまり博多通りもんと比べられた時によ。博多通りもんじゃなくて、今回ちょっとこっち買っていこうかっていう時に、まんじゅうとまんじゅうじゃない、まんじゅうバーサスまんじゅうじゃないのかと。なんかこっちかなと思ったりして。で、プリンとかなんとかとかいうのはほら、もうありきたりやけんね。プリンじゃないような気がするって。もうプリンやったらもう2番線に3番線じゃん、もう。うん。違う。なんですかね、かなさんたちが、うん、そのスイーツ系を目指してるのか、そのスイ、まあ、洋菓子というか、洋菓子のような和菓子のような新しいものみたいな。新しいもの、うん、結構これ新しいと思っちゃうけど、新しいというか、いや、カロリーメイトみたいなのはあったぜよ。カロリーメイトがおしゃれになった感じではあるちゃう。でしかも美味しいっちゃう。あ、もう食べさせないくせにさ、ひどいっちゃうけど、うん。カロリーメイトよりもしっとりしとって、ソイジョイよりもボソボソしてないみたいな。ちょうどいい感じよ。これ一番、ほら、あの、後の2つは仕方なく食べとるけど、これは美味しいっちゃう。うん。朝日頑張りようやん、みたいな。で、てか私これ朝日っていうのがやっと初めて分かったっちゃう。あの、これ、私この、夕方からの頑張りにだけ覚えておく。あ、夕方からの頑張りにがあるやん、みたいな感じで覚える。教えてくれんかったなって。美味しければもう何でもいいと思うんですけど。なるほど。そういうのね。うん。比べられてね、美味しかったら買うっちゃう。でも名前が忘れたから、これやったかいな、こっちやったかいなとか思ったりする。だけど、これね、夕方からの頑張りにっていうこのスタンプがなくなったらもう分からんなる。間違って違うのかって。あ、違うな。そう。なぜかというと、お腹空いてどっかで食べるわけにもいかん、ちょっと軽く食べたいなと思った時にちょっとセブンイレブン行ってくるって買ったら、夕方からの頑張りにとかよりもまさにこれやんとか思ったっちゃうね。私もたまにそれは食べたことないですけど、あの、そういうの食べますもんね。やろ、どうしても時間ないやろ、はい、ほら食べろうが、ってことで買う人の枠を広げるやろ、勝手にこれって、ダイエットしようした人こそ食べた方がいいって。ドカ食いする種類も分散して食べた方がいいけ。これやったら、バッグの中に入れとかれるっちゃ。うん、だけど、この味が、いろいろ味がね、チョコレート味とか、何とか味とか、まあ、いろいろ、5種類ぐらいあった方がいいと思っちゃうけど、あと季節限定のものだけがあったりとかね、いうふうにもちろん展開した方がいいっちゃうけど、一番最初の、こう、隔離なるものは一つこう、本当なんて感じやけど、うちの場合は、だけど、きな粉味がするわけよ。その黒豆の粉や。うん、味がね。ちょこっとこれと、で、これね、これ自体はマーガリンが使ってあるけど、マーガリンの味がするって。
これを、うん、まあ、上がりの味をちょっとこう抑えたいじゃんね。うん、それはあれじゃないですか、芋だから曲がり使ったの。いや違う、曲がり全部曲がり、全部今まで全部、いや私一応これ全部こう見たら、あとここにここになって、ここにほら、あのバターが使ってあるかマーガリンが使ってあるかよく気にするっちゃう。私結構マーガリン使ってあるっちゃうね、うんうん、この味以外の分もマーガリン、まあ、そうそうそう、マーガリン、そうそう、マーガリン芋だから、マーガリンの方がこう、まあ、手に負えやすいっていうか、うん、まああるっちゃうけどね。マーガリン行かんていい写真おるっちゃうね。結構だってマーガリン置いとったら、あのアリが寄ってこんらしいもんね。虫も寄ってこんぐらいのも食べ物ですみたいな。でそれを給食に使い続けとうの問題とかもあるでしょ。全然気にしたことないです、うん、私も一応気にはしてないけど、気にする人のこう記事を見ると、うん、でもなんかバター高いっちゃうね、やっぱマーガリン。バターも高いですよね。ってことは原価が上がるもんね。明日の勉強、あの明日の会議にこれ持っていったらびっくりするやろね。実は私これ作るんだよ。2人から、って。3人の方向性を決めないといけない。どういうお菓子を作るかみたいな。ああ、なんかみんなこうやっぱこうキリッとこうかっこいいやつを作ろうと思ってました。私のクールと彼女たちのクールビューティーはみたいな。いや、というか、これやないと作れんねえもんみたいな話もあるじゃん、私もうなんか。私ダメかよね。やっぱこの考え方でいかんじゃろうね。だって、自分のところで作るあれがないのにさ、どっかで頼むとこれやろうもんみたいな話になっていくっちゃうね、私は。和菓子をまずね、あの、受け付けてくれるとかまずないじゃん。洋菓子じゃないとダメって。でも、これやっちゃうね。笑う。このね、これぐらいのレベルでお菓子屋商店言いよう時点で間違っとうよね。黒豆は必ずですか。うん、じゃないとその話ができる。黒豆の粉。黒豆の粉がきな粉なんですか。うん。あ、そうか。うん。あ、だけ 100% きな粉だけで作らんよ。だってその小麦粉も入っとるよ。あ、でも、はい、その小麦粉にちょこっとこうきな粉が入るわけ。はい、きな粉というか黒豆粉が入るわけ。はい、うん。だけどそこでちょっとね、費用かかるっちゃん、はっきり言って。黒豆高いけん。うん。これ、黒い包みやったらなかなかびっくりして買ってくれんやんのね、普通ね。若い人は買うかもしれんけど。ないわ。除化なんやけん、水色なんよね。固形水やけん。水色。これが水色。珍しくない。チョコレート味はやっぱ外せんかな。3種類ぐらいあったらよくない？なんか種類。でもチョコレートってですね、うん、よくあるじゃないですか、うん、チョコレート味って、うん、美味しくないの美味しくないですもんね。そうね。あれはあの逆にチョコレート味なんかなくていいとかいう時あるんですもんね。じゃあもうバラエティーよりもちゃんとこうストレートをまず作って、うん、これ1年ぐらいすぐあっという間に過ぎるよね、こんな同じことだって4ヶ月言い続けようちゃけそれでは何々食べ行こう、何々食べ行こうって結構なんかだけどこれ程度いい遊びよっちゃない。でもさ、行ってみて、はい、それ、その言葉せんでいかんと思う。ずっと会議室で話しとったってさ、うん、いかんけど、じゃあ何々のイベントがあるけど、例えばこの間もあの、あそこだし、鳥海神社行ってるね、東海鳥海神社で行ってる。でもそれ入場料3万円ぐらいするの、私行かんね、私だって行かんよとかって、それ2,500円。いや、でもまあ、それぐらいのことも積み重ねて、ああでもない、こうでもないって言ってから1週間とね。でも、結局はでも、誰にレシピを起こしてもらって OEM 頼むかっていうことを決めんことにはさ、まあでもさ、6月の終わりに始めて、8月に一緒にやろうかって言い始めて、10、9、10やろ。まだ2ヶ月や。当たり前やね。まだいいやろ。
まだ1年ぐらいこれぐらいで裏の人というのかな。えらい今日シンプルなあの、あれですよ、じゃあ、伝票ですね。でもなんかすごいね、これなんかあの仕込みは OK みたいな感じだね、なんかね。いい感じよね。うん、あの、買い取りが、あの、七の新規が一件あって、取引があるけんね。回収はその辺あるかもしれんばって。いいやん、これ。はぁ、頭痛い。あら。うん、でも今度ちょっと今度金が上がったら絶対売らないかも。うん、うるせえんだから。あんまりよくかかんないから。で、今回は、今月はブランドバッグいっちゃったね。まあ、2出しとったね。ブラックアンドバッグやった、ね。来年から、来月が金属だね。私みたいになんかセブンちゃんな人はこれみんな知っとっちゃうね。あ、でもあんま知らんかもしれんね。私みたいにセブンイレブンとか行ってフィットネスクラブとかに行くような人がああいうこういうものを手にする人じゃないと買わんけん。でも今健康志向の人多いもんね。知ってますよ。知っとるね。しかもあんな栄養ドリンクの横にあるっちゃけんね。そういう宣伝もその分じゃないですけど、あのよく宣伝してるじゃないですか、そういう類。じゃあ、みんな1回ぐらい、1、2回ぐらい手にしとうよね、うん、はい。そんなのが土産菓子などったらびっくりするからな。これダイエットを意識した 人にも手に取ってもらいやすいじゃんね。ああ一本満足だけど、もうこれだけで十分よって、これだけにしときなさいよっていうメッセージでもあるじゃん、これ。はい、うん、あ、それがよく宣伝してるやつや。あ、そうなの？あの、はい、よく宣伝、草薙剛が。あ、そう。ずっと宣伝してます。あ、そう。はい、あ、古いだ、それ。それは、うん、宣伝バンバンやってます。あ、そう。